こんにちは。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今日はサンダーバード2号のオペを始めたいと思います。そしてこれが何にも塗装してない状態の2号です。ちょっと手でベタベタ触ってますけど、これが何にも塗装してない状態で、で最初に地球堂さんに行って、地球堂さんで下出るカラーの練習したのがこれ、めっちゃ明るくなっちゃってるやつ、こんな感じです。それでそれを踏まえて今回上手にできたのがこちらの汚し塗装です。それで今回はこれ前回失敗した感じのやつ、ここに塗ってから、これつけてから塗ったのかな、つけてから塗ったらなんかボコボコしちゃって、でここにはめるときうにょってなって、ここにこうぐさってはめるときにこれがどうしてもぐんにゃりしちゃったので、ちょっとこれをやり直そうと思います。じゃあこのローバシンさんが送ってくれた、これ使えるかな、ちょっと使い方わからんけど、これとこれをここに貼ってみようかな。貼ってみてメス、はい、よし。ほんでこれ、じゃじゃーん、地球堂さんで買ってきたんですけど、これ1本何十円だったかな、十何円だったんだけど、何十円か1本だけ買ってきて、これを三角に切ってみようかなと思います。でこちらの2号さんのここもうはめた状態で、ここにピッピと8個つけてみようと思います。かっこいいでしょ、あまり触らないようにしよう。はい、ではどんぐらいの大きさかな、ちょっとこれで1ミリの幅でこう切ってみる、三角にパチ、こんぐらい、どうかな、これと前回と同じぐらいの大きさかな、これあ結構一緒ぐらいにできてる気がする。この幅が大きいからそれよりちっちゃく切るわ。で、ここは1ミリのところで切る。ピッ。これでどうかな？これいいんじゃない？よし、じゃあちょっと1個完成しました。こんな感じ。見えるかな？どこに置いてるかもわからんぐらいちっちゃい。ここ。これね、これ。これをここに置いた状態。これでちょうどいい、ぴったり、うん、ぴったりだね。じゃあこれを8個
全部で16個作ろうと思います。よし、じゃあこの大きさで、じゃあちまちまやって完成しました。じゃじゃーん、見えてる。はい、じゃあちょっと色は塗るかわかんないんですけど、とりあえずこれでエアダクトが完成しました。この動画が参考になった方はいいね評価とチャンネル登録よろしくお願いします。